ミー、ハッシー、ハッシー、こんばんは。見えてる？ヤッホー、ヤッホー。ちょっとさ、ポコちゃんの文字よりさ、薄くて細いのよ。薄くて細いの。ライブを友達とシェアしようっていうのが出てきたよ。カミゴンさん、こんばんは。あ、ジージー、こんばんは。ハート、ありがとう。テンテンさん、こんばんは。白くてわからない。うん、わかんない。めっちゃ近く来ないとわかんない。そう。ハート、ありがとう。いいね、ありがとう。これ何のことか。カミゴンさん、いつもありがとう、コメント。みんな見えてる？みんな見えてる？初めてのテレビ電話みたいになってるけど、みんな見えてる？キューさん、こんばんは。おちゅーで、テンテンさん、こんばんは。キューさん、あ、ジー、綺麗だなって。ちょっとなんか白くない？私加工白ない？音聞こえてる？これこっちは大丈夫ですよ。本当、私は全然見えない。こんばんは、みんな。こんばんは。バラ、ありがとう。ほら、もう何のことかわかんないもん。これなんか、名前、みんなの名前とかちゃんと見れてなかったりするよ。バラ、ありがとう。さあ、みんな。え、これもう何が、どこが何なの？どこ見てやればいいの？緊張してますね。かわいい、ありがとう。かわいいならいいか。かわいかったらいいか。ねえ、そうだよね。え、ちょっと待って。でもさ、え、これほんと、どこ見てんの？全然さ、バラ、ありがとう。バラは、バラは、ありがとう。ちょっとさ、ほら、うわ、なに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 、なんか犬飛んできた、犬飛んできた、犬が飛んできた。ありがとう、ありがとう。あ、マットさん、こんばんは。こんばんは、ありがとう。ね、ちょっとなんかさ、ほら、ギフト2位の場、何か2位とかあんの？ちょっと分かってないからごめんね、みんな。どこ、なんかどこ、こんばんはって。マットさん、こんばんは。わからないから見学って。そうだよね、わかんないよね。ちょっと何、そうそう、ちょっとだって初めてなんだもん。どこ見ていいかわかんない、恥ずかしい。初見って、クニさん、クニさん、はじめまして、ありがとう。何これ、これ、これ、すぐ慣れる本当。でも何よりも文字が白くて小さくても全然見えないから、もうちょっと濃い文字にしてほしい。もうちょっとでかくしてほしいよね、文字を。ねえ、ありがとう。ちょっとみんな、ありがとう、来てくれてありがとう。もうなんかさあ、わかんないけど、バラ、ありがとう、ありがとう。本当にわかんないからさ、ちょっとなんかね、一応さ、これあの配信前に練習っていうモードがあったの、練習っていうモードがあったのよ。だから一応それ押してみたんだけどさ、コメントは流れない、コメントないじゃん、コメントないじゃんか。練習っての押してよ、なんかどの加工で行こうみたいな。どの加工で行こうかなみたいなのあったけどさ、これなんかないじゃんか。ヤッホーって、ヤッホーって、みんなこんばんは。ちょっと初めて今日ね、なにこれ、うぃーん、な、今の、何今の、とりあえず1曲いっとこうか。ちょっと待ってね、えい、ちょっと何今の、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 私今何されたの、セクハラ。何されたの、私は。星は入社後平行線で、度胸は愛せど何もない、リーケン6ドゥオちょうだい、19万も持っていないお茶の水、マシャの匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に出しているだけ。
ラッド一つを商売毒にしているさ。そしたら電池が肺に移ってトリップ。あバナバナバナ、ありがとう。最近は銀座で警官ごっこ、故郷は越えても乗車必須、領収書書いてちょうだい、税理士なんてついていない後楽園、将来そうになって結婚してほしい、毎晩寝具で勇気するだけ、ディザイアの彼女になったみたい。そしたらベンチへ私をグレッチで打って、あバナはバナはありがとう。青噛んで言ってちょうだい、終点で帰る転売機袋、魔性の匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に達しているだけ、ラッド一つを商売毒にしているさ。そしたらベンチが肺に映ってトリップ、将来そうになって結婚してほしい、毎晩寝具で勇気するだけ、ビザヤの彼女になってみたい。そしたらベンチへ私をグレッチでプーって、宝箱設定してない。宝箱って何？宝箱、あれ？宝箱設定してないって言われた。宝箱って何ですか？宝箱って何？宝箱って何？宝箱ってどんな箱？宝箱ってどんな箱？どういう箱？宝箱って。宝箱送れないね。何宝箱って？宝箱って何？宝箱って何？タマさん、バラはバラはありがとう。スピックさんもありがとう。これちょっと待って。え、これってさ、キラコメいらんかとか、勝手がわかんないのよ。ココミさん、久しぶりって言ってくれてる。かわいいやんって言ってくれてありがとう。ちょっととりあえず、ありがとう。丸の内サディスティックをお届けしました。え、ちょっと待って、宝箱はみんなにコインをばらまけて閲覧人数が増える不思議箱。え、そんなどうやって設定したらいいの？もう無理？もう無理なの？みんなにコインがばらまけて、え、ボックスみたいな感じなのかな？ボックス的なやつ？何何、豚の足？何、あ、猫の足だった、ごめん。猫の足ありがとう。猫の足、あ、みつる、こんばんは。バナはバナはありがとう。宝箱送ろうとしたけど無理だわ。え、もらいたい。こんばんは。そう、ボックスなんだけど応援アイテムになるの。何それ、何それ、え、置いて応援アイテムになる宝箱。え、何それ、は私のその始める前の設定がダメだったのかな。え、そうなの、多分設定したないとな、してないな。そんな設定なんか知らなかったよ。そんなのある？そんなのあった？なんかコメントできるようにするかどうかとかいうのあったよ。宝箱、画面タップでおすすめに乗りやすくなるよ。時間までに勉強しましょう。そうする。宝箱っていうのを、ちょっと待って、忘れるからすぐに書くね。宝箱を設定すればいいのね。宝箱を受け取るに設定するの。分かった、ちょっと見てみる。ちょっと今日初めてだから、もう何が何だかだよね。
そう。え、ちょっと、待って、何これ。今、誰か、あ、変なとこ来ちゃった。ちょっと待って。あ、やだ、もう何これ。何待って。設定してないよ、絶対。そんな、なんかさ、そんな、なんか、そんなのは先に設定しといてほしいよね。設定する、受け取るを標準にしてほしい。標準にしてほしい。そうよね。うん。え、何これ。なんか上にさ、赤いなんか、何々が、何々に何々を送りましたみたいなのは、これ私には関係ないニュース私には関係ないニュースこれ。ありがとう。ハートミーって何？ハートミー。ありがとう。ん？え、ちょっと待って、タマさんはチームの4人目のメンバーになりましたって書いてあるけど、もう4人目ってこと ?3 人は誰ちょっと待って。ちょっと待って、チームのメンバーは誰？ちょっと待って、4人目だけど知らない間に、ちょっと待って。ありがとう。5人目のメンバーになりました。マートンさんもありがとう。ちょっと待って、どこでチームのメンバー見るのこんな。なんかタップしたらいい？え、全然わかんない。あ、ちょっと待って。違う、マートンさんのプロフィールやった。ハートミー。右目、名前の左のハートマーク。これか。これか。あ、メンバー。新規メンバー4人って書いてある。本当や。え、これが何？あ、GG マートンさんてんてんさんってこと？ってこと？でタマさんってこと？え、あと、え、ちょっと待って。分からへんけど、え、5人目のメンバーって書いてあったけど4人なの？誰か入って抜けたってこと？そういうこと？全然わかんないけど。ね、ね、そんでもってさ、私顔白くない？ね、私顔白いよね。そう思わん？そう思いません？現在メンバー4人なんだって。あ、そうなの？ありがとう。じゃあちょっとなんか、せっかくだから歌っていこうかな。でもそのボックスを受け取るっていうのにした方が、ありがとう。なんかもう何これ、なんかドーナツだった。ドーナツいただきます。あん、いただきます。いいねもありがとう。これいいねとかもあんのね。え、筒上さん、こんばんは。こんばんは。今9人が視聴してる。どこに書いてあんのそれ。バラはバラはありがとう。あ、ここか、ここか。何これ。タミさん、あ、タミピー、初めてのギフト、ありがとう。右上、ここね、ここね。今、マートンさんとタマさんの、あれが載っとるやつね。あとは、サブクリプションもあるので、多くのファンを集めましょう。サブスクリプションは何、何フォローみたいな感じ全、いや、そう、ちょっとなんかあの練習とは全然違うから、練習は全然じゃないよ。それそれ。あ、そうなの。え、じゃあサブスクリプションしてね、サブスクしてねって言えばいいのそういうこと。なんかあの歌うしかないな歌おうか。歌うわ。じゃあちょっと待って、桜の服、これ何やろ、何かな。桜じゃない気がする。何かわからん。花、通称サブスクといって毎月の会費をいただくんです。あ、なるほどね、なるほどね。じゃあちょっとあのフォローよりもちょっとあれか、ちょっと上のやつ、なんかな、なんかあのなんかナイフォーみたいなの、ナイサブみたいなのあんの。TikTok ライブは毎月月間3000万稼いで、すごいね。それ今できないよねって。え、そうなの。私はサブスクできないの。なんで、なんで、なんで、どうして、どうしてどうしてできないの。だいたい800円。ちょっと見えないのよ文字が。
涙流さない、どんなに辛くても誰にも負けない強さ持ってるのは、周りを悲しませないあなたの優しさ、見つめる瞳、言葉なくても伝わるあなたの想い、負けないよって頑張るよって何度も優しく笑うんだ、あなたの笑顔は誰よりも輝き、何これ曇り空まで春にしてしまう、何度も高い壁乗り越えたから、何も怖くない、一人じゃないよ、みんな空の下。何やったの今の、あーみんなでありがとう。言い返せなくて悔しかったよね、一人で泣いてた日々も今に繋がって大きな花を咲かそうとしてる、小さな胸にしまい込んでいる空に似た大きな心、泣かないでって大丈夫って包み込むように笑うんだ、星が顔を出しあなたが眠る下、願う人がいる、明日もあなたが笑ってられますようにって見守ってるよ、遠い場所からみんな空の下、柔らかな風を吹かせて街はそっと色づいてく、わんわん、あなたの笑顔は誰よりも輝き、曇り空まで晴れにしてしまう、何度も高い壁乗り越えたから、何も怖くない、一人じゃないよ、みんな空の下。ありがとう、なんかお尻プリプリしてたよ、ありがとう、なんか花火みたいなのあったよ、なんか花火はなんかこう親近感なんか見覚えあるみたいな。お天気おばあちゃんこんばんは、コーギーありがとう、コーギーだったんだあれ、コーギーありがとう、お尻プリプリしてた、ありがとう、ハートハートハート、ありがとう、ありがとう、橋本バラありがとう、ちょっと待って、タマさん打ち上げ花火ありがとう、え、これドドンパした方がいいのこれドドンパ、よし、メンバーレベル2、え、なになにそれ、なんか私のレベルの足、猫の足、猫の足さ、私どれか、え、花火、花火ありがとう、え、ちょっと待って、さっきのさ、なんかさ、なんかファファーみたいなやつ、何てんてんさん愛してるありがとう、ちょっと待って、ちょっと待って、何やったんやろ、どれやったんやろ、素敵な紙吹雪かな、かな、なんかは、は、あ、花缶、あ、どっち
ットの矢かもしれない。どれだったんだろう。フォロー人数、フォロー人数によってタップしてもらうと 4.2K、 タップしてもらうといいのかな。あ、ちょっと待って、お天気おばあちゃんチーム7人目のメンバーになりました。え、ちょっと待って、さっき4人やったんかったっけ。ちょっと待ってね。ありがとう、ありがとう。あ、タミピーも、タミピーも入ってくれたんやね。お天気おばあちゃんも入ってくれて、テンテさんも入ってくれて、ハッシーも入ってくれて、タマさんとジージも入ってくれて、ありがとう。え、私これ全員やった今で。ダメだ、わからない。ハッシー私もわかんない、全然わかんない、全然わかんないよ、本当にわかんない、わかんないわ。え、これ何、なんかさ、何何このさ、あ、何、ポコちゃんのアイテムリアクションは流用していいの。あっちから持ってきていいの、あっちから持ってきていいの、あれなんかいつもやってるやつやっていいの。初めてなんですが、得意なアーティストとかいますか。得意なアーティストか、だ、流用 OK なんだ、流用 OK なんだね。あ、さ、ああいうノリなの、ああいうノリで大丈夫なの TikTok って。得意なアーティストなんだろう、ミーシャとかかな、ミーシャとかかしらね、どうかな。ポコちゃん、花火ポコちゃんより高いのにエフェクトポコちゃんの方が上。え、そうなの。え、でもさ、なんかさ、すごいなんか繊細な花火だったよ、なんか綺麗な花火だった。ドドンパやっぱりやった方がいいの、それね、ほんと。じゃあやっぱドドンパやっとこうよ。え、ちょっと待って、ドドンパやろうと思ったらドドンパの小道具がない。スーパーフライか、何曲歌えるのあるな。え、ちょっと待って、じゃあドドンパ流用していい、ドドンパしていい、ありがとう、パンパン、ありがとう、花火上げた、ドドンパン流用してます。ありがとう、ドドンパン、ありがとう。でかい花火、プリシャス聞きたいな、プリシャス歌ってこかな、じゃあ。ありがとう、プレシャス歌っていくね。マートンさんもなんかちょっとほら TikTok 記念になんか、うん、なんかリクエストあるかな。え、ぜひポコチャの方にも来てくださいと宣伝しましょう。あ、ね、ポコチャでね、ポコチャでも配信してます。この後も11時から配信するんだけど。そう、どこで何を言っていいかわかんないのよ。ありがとう、花火。そうか、これが噂のポコチャより高い、高いっていう花火だな。これが高い、そうなんだな。何これ、何これ、あ、花火と打ち上げ花火は違うのね。そうか、ポッポさん、ポッポさんもこんばんは。ほらもうちょっと待って、何、ほら何歌うんだとか忘れちゃったじゃん。あ、そう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 。そうだった、そうだった、ちょっと待ってね、ほらちょっと、もうなんかみんなこんばんは、ちょっと来てくれた、どこに今ほら来てくれた人、どこに、どこにいるの。さあちょっと待ってね、じゃあ歌うわ、まずプレシャス歌うわ。 TikTok 初配信おめでとう、ありがとう。心から見えなくて不安な日もあった。誰かを愛する意味、自分なりに決めた。全てを信じ抜くこと、ありがとう。 I promise you もう迷わない、強くなるあなたに明かすよ、逃げない。
中なんだって。今ほらちょっと待って、誰が来てくれてるから分かんないけど、誰が来てくれてるタイミングでポコちゃんに来てくださいって言えばいいの？ちょっと待って、ちょっと待って、こんなもん？おいばらって言わないらしい。
ハッシーには合わんって言ってる。いや、慣れじゃない、慣れじゃない、何事もね。ちょっと待って、今ほらさ、ちょっと待って、あ、ここで見れるのか、ここで見れるんだ、あ、ここで見れるんだ。ちょっと待って、誰が見てくれてるか、これこれで見てればいいんだね。うん、そうなってくるとだよ。ちょっと待って、上にアイコンがあるんだね。ちょっとほら、もうカビゴンさんか。え、これなんて呼ぶんだろう、何さんだろう。うん、ちょっとなんて読むのこれ、何って読むの、ま、しんしんじさんだ、しんじさんでいいのかな、ま、ま、しんに、そうだよね、しんじさん、よかったらスラッタ、スラールとかも、こういうのがなんか右にスワイプしてとか言ってか、あ、なんかさ、ちょっと待って、なんかさ隣にいたらさ、すっごいでかくコメント出てきた。めっちゃ見やすい、顔全然見えないけどなんか隣、なんか左にスワイプしたらさ、右か、どっちが右、こっちって、こっちにこうやってやることって何、何、なんかピュッてしたら でっかいの出てきたでっかいの出てきた、でっかい文字で見れました。え、こうやってやってる間って私普通、ちょっと待って、こうやってやってる間って普通に見れてる、みんなは普通に見れてる、私がこのでっかいコメントで見てる間、30分間ライブを配信完了しましたって出たよ。うん、 DJ おかえり、あれ、おかえりなのかな。こちらは左にスワイプするとコメントなくなります。あ、そうなの。私はね、なんかこっちにやるとリアルタイムパフォーマンスのなんかこう、なんかのデイリーランクリポートみたいな、そういうのが見れられるんだけど、何なんか、なんて言うんだ、マートンさんが何かに参加しましたっていうのが出たよ。あかん、ライブを開始押してしもたみんなやってんな、やってんな。ちょっと待って、え、ちょっと待って、なんかさ、青い帯みたいなの出たんだけどさ、これなんだろう。マートンさん、なんか参加した、マートンさん、なんか参加してくれた、 なんか出たんだけど、なんだろう、全然わかんないわ、全然わかんないわ。スラるんだよなって言った、あ、そうなんだ、そうなんだ。いや、入り直した、あ、入り直したから参加しましたって、あ、分かった分かった、2位の人が参加したから2位帰ってきたぞみたいな感じのおい歌、2位帰ってきたぞみたいな、あ、じゃあタマさんが1回出て、もう1回出て帰ってきたら、この青い帯みたいなの出るんかな。ね、このね、ライブしたやつってね、残るの？これって私録画とかされてんの？わからないから寝る。え、ちょっと待って、ちょっと待って、配信この後11時からポコちゃんの配信もあるんだよ。そういうことかな？ちょっと待ってね。え、ちょっと待って、ほら、何が何だかだよ。なんか、ちょっと待って、変なのしちゃった。ちょっと待ってね。歌うわ。ちょっと待って、戻したいんやけど、どうやって戻すんやろ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待って、なんか変な、なんか、ちょっと待って。どれやったか違うな。あ、ちょっとこっちの方がでも顔はっきりしてない？さっきより。ちょっとさ、こっちの方がはっきりしてるよね、顔。え、でもさっきのなんか猫みたいなやつ若々しかったよね。顔が変化って、顔変化あったよね。え、ちょっとこっちの方が若くない？私。若いよね。
と待ってね。あ、これ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 。あ、ほらほら、キラキラもしてるよ。あ、これこれこれ、さっきのこれじゃない。なんかさ、戻すとなんか私顔青白くない？顔青白くない？ヤギ子さん、こっちがいいかも。え、どっち？もともと若くはないのよ。TikTok は画像綺麗だから漏れる。あ、そうなの？ TikTok はエフェクト使いこなすと。じゃあ私ちょっと、ポコちゃんだってこうやってやった方が口があるんだけど。え、ほら、口あるよね。こうやってやっても口あるんだけど。鼻もあるんだけど。すごくない？口あるよね、これね。すごーい、面白い、怖って。これなんかほら、ちょっと待って、え、これなんかちょっと待って、え、どれが良かったって言われたかも分かんないけど、ちょっと待ってね、多分これかな、これかな、これじゃない、これの方がいいって言われたんじゃないかな。こうやってやってもほら、やっぱりこうやって出るんだよ。口出るよね、口出るよね。え、でもさ、このさ、基本の場所の口より私の口下にあるってことはやっぱ顔でかいのかな。だってさ、多分ここが標準の口の場所ってことでしょ、ってことだよね、多分これね。それは私口下なんだけど。そういうことかな。残り20分。あ、ほんとや、なんか歌おうか、歌うわ私歌う。カンタロウさん、こんばんは。じゃあくちばしにチェリーでも立てこうかな。ね、これってアーカイブみたいなのあんの？簡単とすねぼこりの中のステップ眺めて過ごすダイヤ声がくナンバー吐き出す出口戸惑う一日中泣いても意味ない。ウォーキング売れてく価値落としてよチェリー見上げた空飛ぶ鳥運ぶくちばしにチェリースピードより重要なのは着地チェリーいつまでもアップビーター。届けてよ胸にもっと和歌が美しいこと一寸先を見悪魔と遅れくちばしにチェリー不純気散らしていこう Go Go Sa 明日へ着地、yeah. ありがとう、愛してる、タミさんありがとう、タミさん、タミさんだ、タミさんありがとう、リップマンが猫の足、あ、ありがとう、タマさん、バラはバラはありがとう、リップマンチョコレートありがとう。アーカイブは多分ないと思う。え、そうなの？じゃあ私これ後から見れないの？飛ぶ鳥よチェリー売れてゆく果実の誘惑頬張って鮮やかなハイドロップロック痺れるよチェリー乾いたサパパイヤの誘惑くちばしにチェリーさえずったらまさかさまチェリーいつまでもシャンプービーターどうせ大を持った若が美しいこと一寸先は脈を持った遅れくちばしりチェリー
く準決散らしていこう Go South Africa Go Go South Africa チェリーエスまでのアップビート届けて胸にもっともっと赤をもっとくちばしにチェリー不純潔散らしていこう Go Go South Africa 明日へ着地着地底抜ける羽はマスピットなんかさ、なんかテンガロンハットみたいな人だったけど帽子とくじ上げありがとうミシカベアありがとうもう初めて聞く初めて聞くよバラ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 ありがとうハッシーのタマさんありがとうメロンさんこんばんはさあ、くちばしにチェリー聞いていただきましたありがとうちょっとさポポちゃんと加工が違うからさこの後さこうこの後さ11時からやるとさちょっとさなんかどなんか顔の違いが出ちゃうよねバラはバラはありがとうえこのさ名前の横に出てるさ三角形みたいなやつのさ14とか13みたいなのは何1とかこれ何なんかあのポコチャでポコチャだとここにさレベル出るやんレベルかなあさん一発いっとけくれないだーってくれないだなあさんもこんばんはくれないかくれないくれないに染まった年齢年齢ポコあれかやよさんこれやよさんだよねこのやよいさんこんばんはみんなこんばんはバラはバラはありがとうそうなんか何言ったのかなと思っててさリストアップしたやつが結構バラードばっかりなんだよねそうなのハートミー投げた人はハートが出るあそうなのこのハート1ってやつかこれかうなぎさんもこんばんはあちょっと待ってねなんかさよしちょっと待ってなんか歌うわでもちょっと謎がいっぱいこのさここの左上にあるさバラはバラはあるけどさこのなんか電源マークみたいなの押すとこれ切れちゃうんだよね多分ね多分ポコちゃんここ×だからさ×マークなんだよねで×マーク押すと配信終了しますかって言われるんだけどこれはマークこのなんかあの爆弾マークみたいなやつねこれだよねきっとこれがタマさんが参加しましたって出るあでもさやっぱあのさなんか水色のさ帯みたいなの出ないよね全然わかんないわ TikTok 初ライブ初配信全然わかんないあのなんかこのなんていうかなこの表記が意味するところがちょっとわかんないよねでさなんかね私ねこれね楽曲っていうのを選んじゃったんだけどさこれがよこれなんか良くなかったかしらなんかよくなかったかしら配信始めるときにさなんかジャンルなのかななんか選ぶところがあったんだよねなんかダンスとかさグルメ美容とかでさ楽曲っていうのがあった楽曲っていうのにしちゃったんだけどこれ選ばない方がいいのかなこれねこっちかなみんなどっちこっちかもしれないえこれってちょっと待ってよどっち向きに映ってんの今え歌ライバー激戦区なの今え何時間が時間帯的にってことかなそういうこと集めるギフト設定できるかいなえ集めるギフトちょっと待ってねちょっとじいじちょっと メモらして集めるギフトっていうのがあるの集めるギフトっていうのをいや TikTok 歌ライバー激戦区なあそうなんやえそうなのなんかさ今日さ
なんかさ、あのポコちゃんの歌ライバーさん結構減ってるっていうのをさ聞いたんだけどさ、今日さ私さお一人忍び30分ぐらいつけてみたの。そして一人だけリスナーさんが来てくれたんだけどその人が言ってたんだけど、そうなの、いろいろ試してくださいって、試してみる。あ、でもこのタマさんが参加しましたってのはずっと出てるから下にね、これね全然わかんないわ。イベント情報って書いてあるのは、これはこれはなんか私に関係あることなの、これ。え、なんで僕のコメント欄のアイコンこうなるの、なんか変なやつだったよね。そうだよね、来た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 って、へえ頑張ってんのねって。そう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 、だから歌をなんかちょっと減ったみたいですよみたいな話聞いて、多分ねずっと画面逆転してる。え、そうなの、ちょっと待って、これどっち向き、え、わかんない、私がわかんないわ、ちょっと待ってえ、これはど、え、ちょっと待って、私、え、どっち向き、これ左、これ左開いてる待って、だからどっちが右かわかんないなんか字書いてみて、わかったわかった、はい、これ、あ、私から見ると逆もの文字だけど、みんなから見ると普通に写ってるってこと？あ、じいじカップ届きました、ありがとう。え、逆のまま写ってる？逆のまま写ってるんだったら私がこのまま見てるままなんだな。え、ってことはどういうこと？こっち側に私の歌枠歌っていうあれある？逆だねって言ってる。こっち側にさ、ここに私のアイコンある？あ、わかったわかった、あるよって。あ、じゃあポコちゃんと違うんだね。ポコちゃんはさ、私がこっちを指さすとさ逆なんだよね、なんか。だからここ私から見るとここにプラス、ここにアイコンあるんだけど、ここのアイコンをタップしてプロフィール見てみてくださいみたいな感じだけど、 TikTok はこうやってやるとその通りなんだね、鏡のまんまなんだね。そうかそうか、そうなんだ、逆だって。本当だね、ポコちゃん反転してるけど文字は反転しない。え、そうなの、え、そうなの、そう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 、え、そうなんだ。左、私ね右と左がねなんかいまいちわかんないんだよね。考えれば大人だからわかんだよ、こっちが右手って。でもさ、子供とかを病院に連れて行った時とかにさ、例えばよ、どっちかの耳が痛いとかさ、どっちかの足怪我してるとかいう時に病院連れてって問診票書くやんか、どっちの足ですかって聞かれたりするやろ、とか書かないかんとき、あの時どっちの足かわかる？みんなあれどっちの足だったっけと思い出して、どっちか片足どっちかに怪我しとるのは分かるやんけど、どっちの足か分かる？今の左じゃん。え、バラはバラはヤイさんありがとう、分かるよねってえ、分かる？自分の中でどっちだったか分かんないの、思い出せないの。片方の耳、どっちかの耳が痛いって言ってたことは知ってるんだよ、でもどっち耳って言われると右か左か分かんないんだよね。分かるよって言われてる本当？だからさ、いつも病院に行くと、でようやく最近映像で思い出せるようになったの。映像でどっち側だったか思い出せるようになったんだけど、それを向かって右の時って右耳なの左耳なのみたいな問題があって、すっごい、こっちの耳ですみたいなちょっと何言ってるか分かんないえ、ほんと？だから私右と左の多分なんか多分脳のどこかがちょっとおかしいのか分かんないけど、右と左をちゃんと認識できないんだよね。そうなの、昔からなの、だから昔からなんだよねだから一応さ分かんないよ、こうやってこうやってご飯食べてんな、私右利きだからこっち右だなみたいな、でも分かんないんだよね。だからいつもさ子供病院に連れてくと、で先に
子供来る、最近はほらコロナもあってさ、よく運転免許取れたねいや大丈夫だよ、その右曲がってって言われた時ちょっと考えるけど、一応さ方向指示器とかはちゃんと出せるじゃん、目で見えるものは大丈夫なんだけど、なんかねちょっとさあれなんだよね。わかるかみんな。そうか、ちょっと衝撃やわちょっと誰か共感してほしいんやって。これでも本当にうちの息子がいつもうさ、もう年長さんなんだけど、いつまでたってもさ靴がいつも右と左逆なんだけど、多分私のせいだと思うんだよね。ラストソング行ってみよう。え、あと2曲ぐらい歌えることない？鏡も反対に見えるの未だに不明。え、どういうこと？りょうさんこんばんは。ちょっとみんなにちょっと全然右と左の話共感してもらえんかった本当にすぐわかる？私反対さしながら反対、なんか右さしながら左行ってとか言っちゃうんだよね。昔からそうなの。日本の人はすぐわかるのよ。なんでなんで？鏡に右手を上げても左手に見えるじゃん。あ、そうだねそうだね。日本の人はなんでわかるの、タマさん。外国の人ってわかんないの？左右の区別ない靴作ってみれば、本当そういう感じがいい。うたさんどこの方？いや、ほんまそうなんて。私右と左が全然わかってないんやけど。右と左っていうなんていうのかな、なんか感覚的にないの。そう、知識としてもちろんあるよ。だから考えれば答えられるんだけど、あの感覚的に右と左ってのがあんまりないから、私免許取る前にドイツに7年ぐらい住んでたので、ドイツとかって反対じゃん、車線が。だから帰ってきてから免許取ったから、私本当に時々逆走しそうなの。なんかこうどっちの車線に行っていいか分かんない時あんの。本当になんかもともと右と左を気にしてないから、だからどっちか分かんないんだよねどっちの車線に行っていいか分かんない時あるんだよね。なんか分かってくれる？タマさん絶対分かってくれんやろ絶対分かってくれんやろ。そうなんて、これ誰かに共感してほしいなと思っとるんやけど可愛いから何でも許すか。よかった、それならいいか、いいか、いいか。ちょっと、これラストソングかな。事故しないでよって、逆走やばいでしょ。やばいんだよね事故し、本当に。だから今のところこすったりはしてるけど、家の前でまだ事故はしてないの。わかんないらしい。全然共感してもらえないわ。全然共感してもらえないから、ラストソング行こうかなこの後今10時半でしょ。30分休憩して11時からポコちゃんの配信になります。ポコちゃんまだ開いたことないという方、ポコちゃんインストールしてみてください。同じ名前で配信しております。それを事故と呼びますねえねえ、一人でこすったは事故じゃないやろ。事故じゃないやろ。事故じゃないやろ。私がその傷を気にしなければ事故じゃないやろ私ボロボロの車に乗りすぎて、あのこすってもいいと思って走ってるからねこすってもいいと思ってるから。そう、また TikTok 定期的にしようね。そうだね、ちょっともうちょっとさ、もうちょっと慣れれると思うんだよね。もうちょっとできるでしょう私もうちょっとできるよね私。もうちょっとできると思わない？もうちょっとできるよね私ってどう？ポコちゃんのライブと比べてみて、その姿でトラックよ乗ってる、よく乗ってるよ、こうワンピースとかで乗ってるよくは乗ってないけどね。ちょっと、もうちょっとできると思う私。もうちょっといろんなことを見れると思うんだけどさ、今日は本当にさ、なんか何だかだったから、そうすること必勝じゃないよねこれね。
なんかアイテム振り返りどこまでしたらいいか分かんないし、どのアイテムがよしよしありがとうありがとう。髪を撫でる、なんかあれだね、 TikTok のさアイテムの名前そのままだねそのままだね、なんか髪を撫でるなんか鼻をほじるとかあんのマントンさんが一番最初こうやってやってくれたのあれじゃない、ちゃんと見てなかったけど、ほっぺをつねるとかだったのかな、名前きっとね、そうなのかな、なんかあれかな、もともとが英語なのかな、多分ないやろもともとが英語なのかもしれん、もしかしたらね、これかこれかこれか、え、なんていうか、ビヨーンなんや、ビヨーンなんや、ポコちゃんのミヨーンより多分高いんやろな、これトコちゃんのミヨンよりビヨンなのね、これはミヨンがあるけどね、ポコちゃんには違うんだろうな、多分鼻をほじるない、ないかでもなんか元が多分なんか直訳的なあれなのかな、なんかあのアイテムの名前がね、そうなのかもしかして。さあじゃあラストソングかなこれいつの間にか気づいたんだ、愛に無視か立ちがあって、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知る、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を作ってしまうね、あのね、大好きだよあなたが心の中で広がってくたび、愛が溢れ涙こぼれるんだ、ありがとう、ごめん、素敵な髪を見せありがとう、キューピッドの矢ありがとう、これからたくさんの泣き笑いを知るたびに増えてゆくの、飛び出たとこへこんだとこ光になってく、時にぶつかりすり減って、そしてまた埋め果ていけばいい、大好きなあなたがそばにいない時にほら胸が痛くなって、あなたの形見える気がしたんだ、山さん、うちゃんの花火ありがとう、山さんも素敵な髪吹雪ありがとう、山さん、キューピットもやありがとう、お岩さんに使ったの初めてやね、ビヨンかな、ふと鼻をほじるあのね、大好きだよ、何万回も伝えよ、温かく増えた思いは全部愛の形です、ずっとずっと大好き、あなたが心の中で広がってくたび、愛が溢れ涙こぼれ
と大好きだよ、大好きだよ、ありがとう、ありがとう。ねえねえ、音割れてなかった？知らない間にめちゃくちゃ大きい音になってた。ありがとう、カビゴンさんも褒めてくれて、ありがとう。すごい大きい音になってた、割れてたかもしれない音、ありがとう。さあラストソングでした、ありがとう。あーひーくんこんばんは。今ちょうどラストソング歌ったところなんだけど、よかったらこの後ポコチャでもう一回11時から配信していきたいと思います。今日初配信だったんだけど、大丈夫だった？よかった。初配信だったんだけど、またちょっと TikTok ライブしていきたいと思ってます。コインあるのにギフトできないとかあるんや、なぜやって。そうなの？ちょっと待って、今日覚えたことは集めるギフトの設定と宝箱を受け取るに設定するっていうことでした。だよね。あとなんかあったっけ、私ちょっとまたいつの時間帯、いつの、なんかちょっと定期的にやりたいなとは思ってるんだけど、どれぐらいの頻度で何曜日にそう やるべきかと思ってますので、ちょっとそこら辺も考えながら、ちょっと本当に分かんないことだらけだったから、なんかみんなちょっとほら、なんか、ね、アイテムリアクションもほらなんかほら流用していいのかしらとか言って言ってたからね私。ちょっとさほら分かんないところもあったけど、そう、あ、限定のやつだからだと思う。え、どういうこと？あ、限定のアイテムは投げれないとかってことかな。歌うまいですねって、ありがとう。じゃあそろそろ終わっていきたいと思います。ちょっとさ勝手が分かんなかったけど、初配信まずみんな来てくれてありがとう、ありがとう。そしてアイテムでいっぱい盛り上げてくれてありがとう。これここ見ると、ちょっと待ってよ、ここ見るとこれか、これで見れるんだな。タマさんもマートンさんもたくさん盛り上げてくれてありがとう。みんな来てくれてありがとう。ジージ、テンテンさん、ヤヨさん、ハッシー、タミピー、カビゴン、カビゴンさん、カビゴンさんはカビゴンでいいのかな、シンジさんでいいのかな、名前ヒーくん、そして最後誰だろうこれ、バサンティさんかさん、来てくれてありがとう。なんか大きい花火だって。アイテムリアクションそんなに見ないよ。あ、そうなんだ、ないの？ポコちゃんとちょっとそこら辺違うのかしら。大きい花火が、そうなの？え、花火何種類あんの TikTok。 全然わかんないけど、さあありがとう。ではそろそろ終わっていきたいと思います。タマさん参加しました、おかえり。じゃあこの後は30分後ポコチャでまたお待ちしてます。そう、じゃあみんなお疲れ様、ありがとう、またね。またね。タワクではギフトできた。そうなの？お疲れ様でした。てっててさんもありがとう。ややさんもありがとう。また30分後だからね、みんな。30分後ポコチ始まるからね、みんな。30分ないからね、25分後だからね。あーいって、あーありがとう、またね。このマークでいいのかな。このライブ配信終了しますか。今すぐ終了でいいんだよねこれね。みんなまたね。